ウィーンクシュウィーンクシュウィーンクシュ、どうも、ゆうやまもとです。りゅうやまもとのボトルデューということで、皆さん、ついに秋がやってきました。秋ですよ、秋。もうね、いろんな秋ありますね。食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、ボトルマンの秋、ボトルマンの秋。ボトルマンの新アイテムが盛りだくさん。早速紹介するよ。こちらが10月2日に登場する風神エメラルド。そして11月6日にはボトルマン史上初の電動で動くターゲット、サラファイア&ブラストボス大討伐セット。そして10月23日発売のレーザーキャップ。この3アイテムがそれぞれ登場するぞ。皆さんご存知の通り、風神の能力はメタルパーツ。そう、このね、足のフットのこの後ろにね、メタルのパーツがついてることによってどっしりと構えられて、しかもね、重心をね、こう後ろに持っていけるからね、こう落ち着いてシュートを打つことができる。そしてこれだけじゃないぞ、なんとね、キャップもこれメタルキャップ、しかもホワイトカラー。これもね、通常のキャップより重いからね、ドシンとした一撃がね、パワーが強いショットが出てるんだ。そしてね、この後ろもロングトリガー、このね、ロングトリガーがね、押す力がとても強いということで、このメタルとロングトリガーの組み合わせ、これでね、この風神は超強力なショットをね、安定して放つことができるんだ。そして、ね、通常の風神ブラックと見比べてみよう。と、これ鮮やかなね、黒、こっち真っ黒だけど、なんかやっぱりね、ブルーと、これちょっと緑っぽいね、カラーが、エメラルド感が出ててね、これはこれですごい、どっちもね、すごいかっこいいなと思って、みんなね、風神ブラック持ってる人も、まあ、まだ持っていない子もね、この風神エメラルド、ぜひチェックしてみてください。そしてそして、それだけじゃないんです、皆さん。もうね、言わずもがなですけど、風神ブラックはライジングミルクと合体して龍神ブレンドラゴンにね、これ進化したよね。これもちろんエメラルドも合体します。このダーン、別売りのこのライジングミルクちゃんとこの風神エメラルドが合体すると、色違いのダダンダダンダダンドゥプスー龍神ブレンドラゴンが完成します。おい皆さん、これ今までのね、ブラックなこの龍もね、かっこよかったけど、こうどっちかというとね、爽やかな白とね、ブルーの色違いのこのドラゴンがね、今度は作れるようになるので、ね、ライジングミルクをね、持っているね、皆さんはぜひ合体してみてください。能力はね、このライジングミルクについてるインフィニティマガジンで8連射がねできるようになったので、まあ、プラス1体で、まあ、9発弾が発射できるよというところと、このロングトリガーでね、思い切り押すことによって弾を一手に2発発射することができるデュアルインパクトも健在。いくぞ、エメラルドデュアルインパクト、ダーン、超気持ちいい。このデュアルインパクト、みんなも体感してください。そして次はこのね、ボトルマン史上初の電動で動くターゲットが入ったセット、サラファイア&ブラストボス大討伐セット。こちら11月6日に登場です。これはね、新規のね、ボトルマン、この赤い真っ赤なサラファイアと、このボトルマンシリーズの初めて登場した電動で自動で動くこのターゲット、ブラストボスがこれ一緒にね、セットになってまして、でオリジナルのキャップもね、セットになってるから、もうね、この1個のセットですぐにね、もうシューティング遊びがね、楽しめまくれちゃうセットになってます。これね、じゃあ個別のこの機体の紹介もしたいと思います。それではまずこのセットに入っている新規のボトルマン、サラファイアの説明をしたいと思います。サラファイアはね、この真っ赤なイメージ通り、もうね、飛竜サラマンダーをモチーフにした、はい、こちらねボトルマンになっておりまして、みんなもね、見てすぐわかるけどね、なんかもう下足、なんか下足のさ、あ、なんか、うん、すげえ、なんか広いって思ってるでしょう。広いんです。
そう、足がねすごいここ広いんですよ。ということはなんか足に秘密がねあるわけなんですけども、もう見てなんかあるんだってのは分かると思うんですよ。ここにね実は2つボールがついてるわけですよ。この自動というか、まあ、フリー回転するっていうボールがね。でそもそもなのでこう置いた時の接地面が点になるから摩擦抵抗がまあちょっと少なくなるよっていうのもあるんだけど、まあボールなんで転がるんです。そうローリングフット、これねローリングフットのこの球が転がることによってこう動かしやすい機動力が群発です。もう抜群、しかも横だけとか縦とかじゃなくてもうどこ向いても転がるぜっていうね、ローリングフットのこの機動力、これねだからスピードタイプで機動力抜群のボトルマンっていう、これが能力のサラファイア、これすごいよね。だからこれ相手のね的とかもすぐにこう追っていけるし、今回この自動で動く的に対してかなり強い能力を持ったのがこのローリングフットの能力になってます。すごいね。そしてこれ相対するブラストボス、巨大な竜のターゲット、これねこの足にねこれタイヤがついてて垂直するとこれ自動で動くんですよ。このように今までねもう止まってる的とか、まあねこのパネルとかリングとかに入れたりだったけど、この動く的っていうのはボトルマン史上初、今までにないねこのシューティング遊びをね楽しむことができるよ。そしてこのドラゴンはこの背中に攻撃を当ててむき出しになったコアを2箇所ここ打つことによって最後大討伐することができる。この動いているブラストボスをねこうボトルマンで狙ってね、みんな誰がいち早く倒せるかとか競争してみよう。これすごいね、ローリングフット機動力抜群のサラファイアとこれ電動で動く巨大なターゲットブラストボス、このセットねもうこれだけで超楽しいんですけども、まだ秘密があるんです。この2体なんとこの先はまた今度紹介するよ。そして10月23日に登場するレーザーキャップ、何がレーザーかって、そうこのキャップはね光を吸収してちょっと暗いところで蓄えた光を放って輝くんだよ。どういうことかって見ればわかるさ。いくぞ、スイッチオフ。ほら見たことか、この輝き。みんなね今までのプレイもねそりゃ楽しかったけど、ボトルマンはね見栄えもねこれ輝かしていこうよということで、今までのプレイもそう、神業もそう、このねレーザーキャップで君のボトルマンのねこのボトルバトル生活を輝かしいものにしていこうじゃないかなあ。しかしみんなこれ輝くからって真っ暗闇の部屋で使っちゃダメだからね、気をつけて遊んでください。そしてキャンペーン情報、現在キッズステーションアニマックスのホームページでボトルマン楽しくリサイクルデューキャンペーンが開始されています。限定のデカビタ丸が手に入るチャンス、そして今回玉ロック鋼に特別シールがセットになった玉ロック鋼ブルーキッズステーションアニマックスバージョンも景品で新登場。これね詳しい応募の方法や応募期間はボトルマンホームページのキャンペーンページからチェックしてください。はい、ということで皆さん今日は盛りだくさん、皆さんね漏らさずチェックしてくださいね。そして最後ねおさらいになります。10月2日風神エメラルド、そして11月6日にはサラファイア&ブラストボス大討伐セット、そして10月23日にレーザーキャップ、これね登場するか、皆さんボトルマンを見逃さないでくれよ。それではまた会おうね。次はボトルデューの重大発表があるらしいよ。それではまた会おう。やりん、今日も見てくれてありがとう。こっちのボトルマンの動画もチェックしてくれよな。アデュー。